ネプチューン・オービターは海洋星探査のためのアメリカ航空宇宙局の無人宇宙船の計画である。2016年頃に打ち上げられ、8から12年かけて海洋星に到達する予定であったが、NASA のウェブサイトには打ち上げ日が掲載されていない。この惑星の性質についての多くの疑問に答えが出されるはずであった。主目的は海洋星の大気や天候、艦、衛星。 特にトリトンを調査することであった。2004年にカリフォルニア工科大学がミッションの案を出し、2005年にはアイバホ大学とボーイングが別案を提案した。ネプチューンオービターの主目的は、海洋星の軌道に入ってこの惑星の科学的調査を行うことである。ミッションのコンセプトは2005年に NASA に提案された。それはデルタ放課。 アトラス V に似た打ち上げロケットを使い、金星及び木星の重力アシストを用いた軌道を通り、打ち上げから海洋星到達までの推定時間は10.25年を予定する計画であった。到着の直前、探査機は2つの待機プローブを放出して、エアロキャプチャーの前にデータを送信し、その後エアロキャプチャーで海洋星の軌道に入る計画であった。当初予定の軌道に調整の 探査期間は3から5年間に最大3年間の延長を予定していた。2008年、このミッションは NASA の将来のミッションのリストから除去された。NASA の2010年予算によると、太陽系外部へのミッションへの資金提供は将来のエジズムに充てられている。残りはカッシーニ、ジュノー、ニューホライズンズ等の進行中のミッションに割り当てられ、海王星は 対象となっていない。2011年、NASA の10カ年計画は、天王星または、海王星へのミッションの検討を表明したが、実現可能性の観点から、ウラヌスを帯びた、を推奨している。カリフォルニア工科大学のコンセプトは、以前の NASA の外太陽系探査ミッションと似た設計で、電源として放射性同位体熱電気転換器を用いるものであった。また推進には、 伝統的なスラスタを用い、探査機はガリレオ、カッシーニ、ロイジャー2号、ニューホライゾンズと似たデザインであった。もう一つの提案は、当時 NASA が開発していた原子力スターリングエンジンとイオン水進を用いるものであった。前者の提案は探査機の電力のために太陽電池を用いていた。そのパネルは質量削減のため空気で膨らませるようになっていた。 太陽電池技術の進化が、海洋星の距離でも十分な電力を確保することを可能にしていたが、その値段の高さが採用を難しくしていた。また外太陽系では、日光が弱く、イオン推進システムに十分な電力を供給できないため、伝統的なスラスターを用いるものであった。探査機には、紫外線から赤外線で惑星を撮影するマルチスペクトル撮像機。 海洋星の磁場の方向が自転軸と一致しない原因を探る磁力系等を搭載することが提案された。NASA の科学者や技術者は1機か2機の小型着陸機をトリトンの表面に送り、表面や内部の組成、非常に希薄な窒素の大気等を分析することを検討していた。いくつかの着陸地点が提案され、 候補の中にはボイジャーが発見した窒素の間欠線の地域やトリトンの南北極等があった。しかしこのミッションが提案に終わったため最終決定には至らなかった。着陸機の寿命は動力源や機器に依存して数日から1ヶ月とされた。トリトン着陸機と共に少なくとも2機の待機プローブを海洋星の大気に下ろし天候を調査することが提案された。 木星の大気を調査したガリレオプローブと同様に惑星の大気の熱と圧力で破壊されるまでの2から3時間で観測が行われることになっていた。降下中のデータ伝送により、海洋星の大気のより詳細な分析が可能になる。ありがとうございます。